だから何か起こってから説明するっていうのが、そもそも意味がなくてな<い>その、例えば別に何か製造しているメーカーとかでも、何でも、ホームページに行ったら、どういう工場でどういう品質管理をしてるかやってるわけじゃないですか、それと同じように、日頃からこういうようなチェック体制をやって書いてるんですとかうん、うん、っていうことはちゃんと明らかにしなきゃいけないけど、でもそういうことは、多分どの新聞社のホームページに行っても書いてないんですよ。それはよくなないいと読んだこね うん、そうしてください、ロ、えー、郎さんね、はい、やってください。<laughs> えっとですね、ポッドキャストミーティングで奥山さんにこんな質問をしましたというのが来ていて、ちょっとここでも話してもらおうかと思うんですけど、紙の新聞が将来なくなったときにデジタル化された新聞は、えー、再販制度のある紙の新聞と同じような価格になるのでしょうか <laughs> っていうことなんです、この話したんですかあーなんか、多分したと思います。うん この方はね、紙の新聞をが大好きでずっと読み続けたいと思いますっていうふうにおっしゃってくださっていて、あちなみに50代の女性の方ですね。えー、で、その紙の新聞を残してほしいっていうふうに思っていらっしゃると。なんだけれども、実際その新聞社の皆さんはね、その紙の新聞を残すっていうことを真剣に考えていらっしゃるんですか っていうようよなねやっぱりそのデジタルの話をよくするじゃないですかでデジタル版っていうのもそれはもちろんいいんでしょうけれどもやっぱり紙のねそのセレンディピティというかめくるといろんなこう自分がこう思いもよらなかった記事が出てくるっていう紙の良さを感じているとそんな方なわけですよでただでも紙なくなるっていう話があるという中で値段とかってやっぱりデジタルも同じになるんですかねでもそこにはセレンディピティないんじゃないですかねどうですか これ確か再販制度とかと絡めてお答えしたような気がするす。再販制度って何でしょうなんかこう、値下げさせない,いな、うん。本とかね、定価が決まっていて、それで値段下がらないですね、普通はね。そうです。うん、まあ本来なら、需要と供給で価格っていうのが自由に決まっていくはずなんですけど、新聞は公共財なので、えー、銀座のど真ん中で買おうが、釧路のイオンで買おうが値段は一緒だと。うんうん というのが、ええー、まあ一つ、この、紙がこう担保されてた部分で、で、まあこの時にお答えしたのは多分デジタルにおいて再犯制度はもう成り立たないと思います成り立たないでしょうね。で、まあ法律に基づいたこの立場ではあるので、その法案を通そうと思った時に、デジタル再犯制度っていうのが多分支持は得られないだろうなというので、うんえー、デジタルにおいては多分 ガチの価格競争の勝負になってくるだろうというようないくらになるかな。で、まあ、今のところは、多分ネネトフリー1000円みたいなのが一つのベンチマークにはなって、われわれもそういうコースを用意しているという。うんああ、そうですね。あ朝、デジ、朝日新聞デジタルではそういうコースもある。みたいな答えをした気がします。<笑><笑>え伊藤さん、やっぱりその値段になっちゃうそうですね。まあ、そ,うそれは。 なならざるを得ないですね現状だとそうすると、今のままのこの業態を,を維持するのは無理ですね、無理ですねそれは、うんだこう。自分たちがどうありたいっていう,のというのもすごく大事だし、それは当然考えてるけど、でも当然、ビジネスでもあるんで、それを支えてもらえるかどうかっていうのもまた、それによっても決まってくるんで。うんうん <laughs> させてもらえるっていうのは誰に。売れるか。るか単純に言ったら売れるかってす<ー> <laughs> そうね。うん、実際そんなネットフリックスと同じ値段払ってくれますかね。まあ払ってくださってる方もいるんでね、すでにね。ありがたいことですけれども、今のような部数っていうのはなかなか考えにくいですね。うん いいいです <laughs> それはにくいと思まあその後のことはね、まあ、読者の方の知ったことじゃないと思うんでね会社で考えればいいことだとは思いますけれどもなかなかちょっと暗い展開になってきたところで次の質問に行きましょうかね。<music>